児童で、ご着席ください。ただいまより森沢京国長のご就任にあたり、職員の皆様にご挨拶がございます。それでは森沢区長、よろしくお願いいたします。おはようございます。おはようございます。この度の品川区長選挙再選挙におきまして、多くの区民の皆様のご支援ご支持をいただき、品川区長に就任しました森沢京子です。私は区民と共に進める新しい品川区政を掲げて活動してまいりました。区民と共に進める区政、区民の幸せのために区民の声を大切にしていく区政を行うにあたって、その主役となるのは品川区職員の皆さんにほかなりません。まずは職員の皆さん一人一人がやりがいを感じ、自分らしく働いていける環境づくりに取り組んでいきます。区長室はいつでもオープンです。働きやすい職場づくり、そして品川区をより良い街にする提案やアイデアをぜひ聞かせてください。4期16年続いた浜野区政は、区民の9割を超える方から住み続けたいと評価されています。一方で社会を見渡すと、新型コロナや物価高騰、デジタル化などの社会革新も含めて変化が早く、先行きが不透明な時代を迎えています。区民の皆さんのライフスタイルやニーズも多様化しています。政治や行政が唯一の答えを持っている時代ではないからこそ、区民の皆さん、NPO をはじめとする民間の多様な主体と力を合わせて、品川区の課題の解決に取り組んでいくことも重要です。浜野区政の良いところ、それはつまり今ここにいる職員の皆さんが築いてきた区政を大切に継承しながら、社会情勢や区民の皆さんの多様なニーズを踏まえ、変化を恐れずに品川区政を発展させていく、継承と発展を目指していきます。しかし初めての民間出身の区長ということで、不安に思われる方もいらっしゃるかもしれません。だからこそ職員の皆さん一人一人と信頼関係を築いていくことから始めていきたいと考えています。私が目指すのは、誰もが生きがいを感じ自分らしく暮らしていける社会です。子どもの笑顔にあふれ、若者が輝く街、子育て世代、現役世代が生き生きと働き暮らす街、高齢者や障害者も誰もが安心して生活する街、歴史や伝統、文化を大切にしながら新しいものを生み出す街、多様性が尊重される街には人が集まり、にぎわいが生まれ、地域経済が元気になります。強く優しく愛される新時代の品川へ、まずは職員の皆さん自身が生き生きと笑顔で働く姿を示していただくことが大切だと考えます。そこで皆さんにこれから共に仕事を進めていくにあたりお願いしたいことが3つあります。まず1つ目は、区民と共に進めるという思いを皆さんと共有していきたいということです。私が掲げる区民と共に進める新しい品川区政、これは改めて区民目線に立って職務に取り組んでいただくことはもちろん、それが真の意味で区民の幸福、幸せにつながっていると、そのことを実感しながら仕事に向き合っていただくことで初めて実現するものだと思っています。皆さんが取り組まれている一つ一つのお仕事、事業について今一度真に区民目線のものとなっているのか、区民の皆さんの幸せにつながるものとなっているのか、改めて一緒に考えていきましょう。2つ目は、前例にとらわれることなく新しい発想やアイデアを大切にしてほしいということです。先ほども申し上げましたように、
暮らしや価値観が多様化する現在、政治や行政というものが唯一の答えを導く時代を承認したと思っています。もちろん私自身も唯一の答えを持ち合わせているわけではありません。そうした時代であるからこそ、職員の皆さんの自由な発想やアイデアを持ち寄り、皆さんと共に議論を重ね、新しい政策、事業を練り上げていく、そうしたワクワクするような区役所にしていきたい、そのように考えています。3つ目はワークライフバランスの充実です。長時間労働が仕事の成果に直結する時代は終わりました。これからは仕事の質を考えている時代だと思っています。皆さんが笑顔で生き生きと前向きに仕事に取り組めるような環境こそが、良い仕事、ひいては区民生活の向上、区民の幸せにつながると考えています。品川区役所から率先して新しいワークスタイルを生み出し、明るくアクティブな区役所を共に作っていきましょう。最後に私のモットーをお伝えします。いつも心に太陽を。これからの区政運営において、少子高齢社会や頻発している自然災害への備えをさらに進めていくことも大切であり、時には一人では乗り越えることが難しい局面を迎えるかもしれません。しかし、どんな時でも明るく前向きにチームで取り組んでいくことで、必ず進むべき道が開けてくると信じています。職員の皆さん、共に希望の持てる品川区の未来を作っていきましょう。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。以上をもちまして、森沢区長からの就任挨拶を終わります。もう一度礼をしたいと思います。で、今ね、これより区長がご退席されます。ありがとうございました。